お前ら愛してるぜ、後藤輝樹です。今回の動画は決断せよ、決断せよという動画を撮ります。決断できない人間は幸せになりません。不幸になります。決断できない人間は幸せになることはできません。不幸になります。決断できない人間は幸せになることはできません。不幸になります。これ3回も言っちゃった。なぜかっていうと、決断できない人間はチャンスは逃す、チャンスは逃すし、損失は拡大する。チャンスは逃すし、損失は拡大する。そういうことなんです。決断できないってことは。何か幸せになるためのチャンスがあったとしても、決断できないで、あ、どうしよう、ああしようって伝えるうちに、もうチャンスを逃してしまう。幸せを逃してしまう。まず、それがあります。そして、現在、現在不幸で何か変えたい、どうにかしてこの現状を変えていきたい、抜け出したい、そういう人が、決断しなきゃいけない。だけれども、その今の現状を抜け出すことができず、あ、でもこれもしこれ抜け出したらどうしようとか、うじうじ悩んで何も決断できず、この損失を拡大してしまう、損切りができずにどん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 損失が拡大する。だから決断できない人間は何かチャンスがあった時もつかめず、このまま行ったらもう、死んでしまう、不幸になってしまうっていう時も、決断できずにそのまま不幸に、のどん底に行ってしまう。決断できないっていうことはそういうことなんです。だから不幸なんです。決断できないってことは、ずっと受け身で生きていく人生っていうのは不幸でしかありません。人間は常に選択と決断、その連続なんです。毎日選択し、毎日決断していく、そういう主体的に生きることが幸せ、成功につながっていきます。だから俺は幸せなんです。成功しているんです。皆さんももし自分が不幸だと、自分が今の人生辛いと思っているんであれば、選択と決断して自分の人生を掴んでください。そうすれば必ずお前は幸せになる。後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。